これが錬金術の本か。私に理解できるかな。先に前書きから読んでみよう。真理を探求せんとするものにこの本を捧ぐ。いきなり難しそう。真理とか言われると困っちゃうけれど、これって遺跡であったメガネのおじさんが言ってたこと？錬金術が真理につながっているなら、錬金術を学ぶことはニオを助けることにつながるかもしれない。頑張らなきゃ。あれ？そういえばマリオンさんが言ってた手配者って、遺跡にいたメガネのおじさんに特徴が似ているような気が。もしかしてあの人のことだったりして。まさかね。それより今はこの本を理解しないと。錬金術とは素材を加工し全く別のものを生み出す無二の学問である。そして錬金術師とは真羅万象を知りあらゆる物質に精通するものである。しかしその術を自在に操るにはある資質と才が必要となる。誰にでもできるってものではないみたい。私にできるかな。でもお薬作りとあんまり変わらない感じ。本の内容も分かるような気がするし、錬金術のことが分かればお薬の調合の参考になるかも。それにもしかしたらニオの行方を探す手がかりになるかもしれないし。よし、まずはこのクラフトっていうのを作ってみよう。材料はトゲトゲの実。レシピ通りにしてみたら錬金術できちゃった。優れた錬金術師は何でも作り出せるすごい人だって本に書いてたけれど、なんかすごい人になったって感じが全然ないな。ところでこのクラフトって何に使うものなんだろう。確か本に書いてあったよね。何なの？投げると爆発しますか。なるほど。調査対象の追加できるか。今の声はマリオさん。しばらくすれば収まります。いつものことなので気にしないでください。ったく、現場の状況も知らずに追加の仕事ばっかりよこしやがって。納期を守ってほしけりゃ金か人をよこせっての。納期？何の話でしょう。さあ、下っ端役人は何かと大変らしいですが。しみじみ言わないでよ、リンカ。悲しくなるでしょ。ごめんなさいね、またみっともないところ見せちゃった。上から立て続けに無茶な命令が来てたからついね。お忙しそうですね。なんだったら私出直してきます。あら、その必要はないわよ。ちょうどあなたに用事ができたところなの。マリオンさん、どうしてそんなに微笑んでるんですか？本国から追加の調査依頼が来たんだけど、こっちはもう手一杯。そこであなたにある調査をお願いしたいなって思って。ある調査ですか。どうしようかな。ニオのこともあるし、ゆっくりお仕事とかしてていいのかな。あなたにとっても悪い話じゃないと思うわ。依頼したいのはハロス村の調査よ。
一夜にして村人が謎の失踪を遂げた村よ。状況だけ見ればあなたの妹さんと似てるって思わない？それは興味あります。そのお仕事やらせてください。ありがとう。じゃあ依頼内容を説明するわね。村をくまなく調べて失踪の原因解明につながるものを探してほしいの。原因ですか？村の人が全員失踪するなんてどんな原因があったんでしょう？野獣や盗賊に襲われたとか、有毒ガスが発生したとか、様々な可能性が考えられるわ。それこそ猟奇殺人なんて線まで含めてね。可能性の話よ。もしそうだったら村人の怨霊が出るかもね。私やっぱりこのお話ごめんごめん、そんなに怖がるって思ってなくて。大丈夫、猟奇殺人なんてことはないと思うわ。何しろ本当に跡形もなく村人が消えてしまったんだもの。もっと不可思議な現象よ。それなら大丈夫かも。大丈夫なんでしょうか？とにかく原因解明につながる物証が見つかれば言うことなしなんだけどね。物証ですか？例えばどんなものでしょう？水や土壌のサンプルとか、争った跡がないかとか、凶器が落ちてないかとか。それ以外にも何か変わったものを見つけたら持って帰ってきてちょうだい。水と土と変わったものですね。わかりました。それと何が起こるかわかんないからこの子を貸すわ。いいんか？あんたにアーシャの護衛を任じる。頼んだわよ。心得ました。リンカさんが？ああ、すっごく心強いです。アーシャ、あなたなら大丈夫だと思うけど、くれぐれも油断しないでね。危険だと思ったら深追いはしないで、まずは無事に帰ってきてちょうだい。わかりました。頑張ります。それじゃあリンカさん、よろしくお願いします。了解です。あらゆる敵からアーシャ、あなたをお守りいたします。この命に変えても。別に命には変えなくても。この子腕は立つんだけど、その分融通が効かないのよ。ま、剣の腕だけは保証するわよ。連れて行って損はしないはずよ。リンカ、やりすぎない程度にほどほどに警護するのよ。町に戻ってくるまでが護衛。分かっているわよね？心得ています。それと知らないおじさんについてったらダメだからね。心得ています。朝は起きたら髪の毛をきちんと溶かして身なりを整えること。返事はどうしたの？心得ています。ボサボサ髪で帰ってきたら家に入れないからね。心得ています。なんだかマリオンさん苦労しているのかな。それじゃあアーシャ、リンカのことをよろしくね。メリエッタさんのお店っていろんなものが置いてありますよね。そうね、私が気に入ったもの、売りたいものは何でも置くし、それにオーナーがね。ハリーさんも仕入れを？仕事熱心なんだな。無駄にね、普通の人には売れないようなものを持ち込んでくるの。誰も買わないから今は倉庫に放り込んでるけどね。遺跡から出る昔のコインとか、古い言葉で書かれた本とか。古い言葉で書かれた本、私それ読めるかもしれません。家にあった調合の本とかそうでしたし、以前もらった錬金術の本も読めましたし。アーシャすごいのね、古代の文字が読めるなんて。そういえばオーナーも言ってたっけ、これは錬金術の本だ。練り
聞いたことないですけれど、でも興味あります。そういうことなら今度探してお店に出しておくわ。よかったら買いに来てね。そこの店員、つかぬことを聞く。この鉱石はここにあるもので全部か？はい、ただいま伺います。あ、これが最後の一個ですね。この一角の品は入荷が不安定なんですよ。そうか、同じものをいくつか欲しかったのだが、ま、いたしかたない。君、それを包んでくれたまえ。はい、毎度ありがとうございます。お客さん、当店は初めてですね。ああ、旅の途中でな。こちらに来て、さして日も経っている。しかし、こちらでこのような品を扱っている店があるとは意外だった。ああ、そちらの品物はオーナーの道楽で置いているものなんです。気が向いたら入荷という感じで、数が安定してなくて。いや、ないよりはいい。ただこの石は発火性が強い。むき身での陳列は感心せんな。え、そうだったんですか。次からは気をつけます。たく、あの道楽オーナー、適当な仕事ばっかして。何か言ったかね。いいえ、では早速お包みいたしますね。ありがとうございました。またご利用くださいね。あ、そうさせてもらう。あら、アーシャ、いらっしゃい。あれ、今のお客さんは。この辺りじゃ見かけない人ね。素敵なおじさまって感じだったな。オーナーが仕入れたヘンテコな石を買ってかれたけど、もしかして実は価値のある鉱石か何かだったのかしら。へえ、珍しい鉱石を。やっぱり間違いない。前にあったメガネのおじさんだ。おーい、アーシャ、ついにあんたに役に立ってもらう日が来たよ。どうしたの、ペルちゃん。役にってどういう。あんたの選択肢は喜んでか、うわー嬉しいなーの2つしかないかんね。まあまず話を聞きなさいよ。あ、その前に一つ質問。あんた調合を始めたのってどれくらい前から。だいたい10年くらい前からかな。おじいちゃんに教えてもらったのが最初なの。結構長いのね。修行はどんなことをやってたの。薬草の名前や形を全部覚えて、何度も同じ調合を繰り返してって感じかな。ふん、地味だね。でも楽しいんだよ。すり鉢で薬草をするのって一日やっても飽きないの。それはちょっと同意しかねる。頭の中真っ白になっちゃう。でも大体話は分かったよ。じゃあここから本題なんだけど、実は私も修行中なんだよね。年齢的にそうだよね。まあ年齢は関係あんまりないんだけどね。私としてはもうほぼ一人前だと思うんだけど、大ばば様が認めてくれないの。魔法使いの修行か。どんな感じなのかな。壁に向かって同じ呪文を何度も唱えたり、重い荷物を持って長距離を飛んだりとか。その地味な想像は何なのよ。そんなことしないってば。うちはそういうのじゃなくて自由課題なの。何をやっても自由。でもそれじゃ何をやればいいか迷いそうだね。そこよ。これまでいろんなことやってきたけど、大ばば様がうんって言ってくれないんだよ。正直
ちょっと手詰まりって感じなの。で、あんたに手伝ってもらおうって思って。お手伝い？私にできることなんてあるのかな。簡単簡単、ここに書いてあるものをちょちょいって作ってくれればいいの。茜刺す新鉄？この本すっごく難しいの。ベルちゃん、これはすぐってわけには。うん、まあそうかもね。これって魔法書だし。私も勉強になるからやってみるけれど、少し時間をもらっていいかな。もちろん、わかんないとこがあったら声かけてよ、手伝うから。じゃあよろしくね。やっぱり今の私には難しそう。でもこの本が理解できたら、今よりすごいものが調合できるかも。よし、挑戦してみよう。ベルちゃん、やっぱりこの本難しいよ。弱音を吐くんじゃないの。あんた一応錬金術師でしょ。どこかわかんないとこあんの。序章はなんとかわかるけれど、一章から後ろがさっぱり。序章って前書きじゃない。ほとんど全部わかんないの。まあこれ魔法書だから無理もないかな。わかった、一つずつ教えるね。まずここはざっとこんな感じ。わかった？うん、なんとか。ところで、これってベルちゃんの課題だよね。私がやってもいいのかな。大丈夫だよ、自由課題なんだから自由にやっていいの。そうかな。そうよ。それに何もかも自分の力で解決しようなんて傲慢だと思うの。世界に存在する無数の真理を一人の人間が知り尽くすなんて無理じゃない？たとえそれが世界で一番偉大な魔法使いであってもね。だったら人の助けを借りるのも立派な手段の一つでしょ？おお、なるほど。説得力があるような、ないような。とにかくこの課題は解けさえすれば、その過程は問われないんだよ、多分。そうなのかな。バレなきゃ大丈夫。いや、なんでもないよ。とにかくこれは私が世界一の魔法使いになる第一歩になるんだよ。だから二人で頑張ろうよね。そうすればアーシャの名前も偉大な魔法使いの仲間として後世にその名を残すことになるはずだから。後世に？それはちょっと照れるというか、恥ずかしいというか。照れなくてもいいじゃない、胸張っていこうよ。うん。さ、今日はここまでにしようか。まだまだ道は長いし、続きはまた今度ね。いいのかな。ベルちゃん、後で怒られないかな。でもこの本の内容は面白いな。もうちょっと勉強してみたいかも。うわ、すごい、人でいっぱいだ。やあ、アーシャ君、バザールを楽しんでくれているかい？あ、ハリーさん、ちょうど今来たとこなんです。さあさあ、今日は魚の入荷があったよ。こんな大物にはめったにお目にかかれないよ。取れたての山菜だよ。残りはあと2山、早くしないとなくなっちゃうよ。す
ごい楽器ですね。いつもの通りなのに別の場所みたい。みんなそう言うよ。どうだい、楽しんでくれてるかい？はい、とっても楽しいです。こんなに賑やかなお祭りは初めてです。人がたくさんで、たくさんすぎてちょっとクラクラしますけれど。これだけの人手だからね、慣れるまでは大変だろうね。しかしお祭りか。確かに祭りみたいなものかもしれないね。ピルツベルクの経済と流通の発展にこの祭りは欠かせないものになっている。バザールは毎月あるからね、ぜひ楽しんで行ってくれたまえ。あれ、ベルちゃん、お店番の仕事始めたの？違うよ、ここは私のお店。旅とか仕事で手に入れたものを売るお店だよ。そうなんだ。うわ、よくわからないものがたくさんあるね。そんなことないよ、錬金術師の役に立つものいっぱいあるよ。本当は手放したくない伝説級のお宝ばかりなんだけど、お部屋がだいぶ狭くなってきたからね。生活費だってしっかり稼がないとだし。そっか、でもバザールでお店なんて楽しそうでいいな。ただ買うだけじゃつまんないよね。そうかもしれないね。ところで売れ行きはどう？それがね、なんかいまいち売れ行きが悪くてね。品揃えちょっと特殊すぎたかな。そうだね、普通の生活ではあんまり使わなそうなものばかり。これは売り上げに協力した方がいいかな。え、なんか買ってくれるの？それじゃあ勉強するよ。ありがとうベルちゃん。どれどれ。おお、アーシャちゃん、いらっしゃい。あれ、レジナさん、レジナさんもお店出すんですか？うん、ちょっと小遣い稼ぎでね。ここって出店の制限緩いしさ。へえ、そうなんだ。お店を出すのって大変そうなイメージがありましたけれど。仕切ってるのがハリーの旦那だから、あんま細かいことは言ってこないよ。そういうとこはあの旦那のいいところだよね。そんなわけで毎月出店してるから、よかったら寄ってってね。わかりました。でもあんまりおしゃべりしていたらお仕事の邪魔ですね。いや、おしゃべりも店番のうちだよ。こういうのは客が客を呼ぶんだから。あ、わかるかも。お客さんがいる店にはなんとなく入ってみたくなっちゃいますよね。でしょ？だからおしゃべり大歓迎。それでも大した数は来ないけどね。こういうお店ってどれくらいお客さんが来るんですか？そうね、日にもよるけど、そんなに大した数じゃないよ。上がりに飲んで食べて気持ちよく帰れるくらいにはなるかな。逆に言うとそれくらいだけど、休みがてら美味しいお酒と料理にありつけて、こういう風におしゃべりできて、顔見知りも増えて、それで十分かな。わあ、なんだか楽しそう。そんなわけで、これからもレジナのお店をよろしくね。